と雰囲気を醸し出すのは上手いんですよね、私。乗れたい、乗りたい、ちゃんと。乗れるといいな。今日はなんと、サーフィンをしていきたいと思います。では、スタート。持てるかな？はい、早速サーフィンの板、今回私が乗る板がこちらになります。はい、これをね、自転車で押しながら海に向かうということなので、早速押しながら行きたいと思います。レッツゴー。サーフィンできそうでしょ。初めてだけど、今日はね、とても天気がいいので焼けそうです。私ね、すぐにね、日焼けをしてしまう人間なので、日焼けだけには気をつけないといけないなって思ってます。もともと海の遊びが好きで、バナナボートとかウェイクボードとかそういうのは結構やったことがあるんですけど、サーフィンだけなくて、広島の海って結構波がない、あんまりないから、サーフィンをしている人が少なくってやる機会がなかったので、今回ね、初めてのサーフィンをチャレンジしてみようかなって思います。乗れたい、乗りたい、ちゃんと乗れるといいな。一日で乗れるよっていうのを聞きました。もし今日乗れなかったらセンスがないっていうことらしいです。4、5回で乗れたらいいなって思います。もし 4、5 回で乗れたら板を買おうかな。海だー、海だー。サーフィンしてる人結構いますね。初めての江ノ島の海ですけど、めちゃめちゃ綺麗です。湘南は日本一サーファーが多いらところらしいです。ね、ほんまに多い。ほんまに多いよ。乗れるんかな。よいしょ。早速ね、海に行きたいと思います。なんか私はね、ボードが持ってないので、先生に持ってもいただいて、私はチューブだけ持ってます。こうで、こう書く。ゆっくり、上のとこ手を置いて。はい、ゆっくり立てて、はい、前足も前持ってきて、そういうこと。おお。前足が開きすぎ、若干こう出たのね。はい、立ちづらいから、まっすぐ、まっすぐ、シミュレーション、こうして持ってきて立てて、そうそう、ない、ない、あ、こうか、そうそう、ない、こうですね。乗れそう。でも今のシミュレーション的には乗れる。サーフィン女子になります。さあ、見てください、この素敵な湘南の海を。目標はああいう風に立つことです。でも本当にガチで私は習いに来たので、もうガチで本気で教わってる様子を皆さんに見てもらえたらいいなって思っています。本当にね、ガチだよ今日は。ではでは、乗っていきたいと思います。持てるかな。ゆっくりね。大丈夫？オッケー、そのまっすぐ行きましょう。腰骨か。あ、オッケーオッケーオッケー。
よっしゃね、頑張れ、参りまーす。よっしゃね、頑張れ、参りまーす。20m ぐらい、あれ乗るね。はい、書いて。湘南の海に来てサーフィンをしました。初めてだけど結構できて、ちょっと今ね手が筋肉痛になっています。なんかこれから引き続きサーフィンできる機会があればいいなと思っています。よかった、ご覧になってくださってありがとうございました。村本里央でした。